はい、皆さんこんばんは。それではバイオハザード7の続きをやっていきたいと思います。電子基板の青と赤が揃ったので、ルーカスの言うゲームですねに参加していきたいと思います。その前に、邪魔なものを預けていきましょう。もう蛇の鍵もいりません。まあ、すぐにアイテムボックスあるので、そんな気合い入れて持っていかなくても大丈夫ですね。では、とりあえず電子基板だけ持っていきましょうか。はい。では、ここですね。はい。今のところまだ入ったことがない、このピカピカしてるところです。これを取っていくか。ここに基板をセットします。なんだ、ズンズカズンズカしてますね。はい。すごいイルミネーションでございます。ペカペカですね。なんか、音も聞こえますね。これがルーカスの、趣味なんでしょうね。とんでもねえやろってな。さあ、部屋に入ると、音楽とテレビが置いてあります。じゃあ見てみましょうか。みんながみんなゾイみたいに戻りたいわけではなく、ね、人に戻りたいわけではなく、ルーカスのように今の力をですね、持っていたいっていうか、戻りたくない、楽しんでる奴もいるみたいです。とんでもねえ野郎ですね。一番放置しちゃいけない野郎だと思います。でもね、ちょっと優しさがあって、ここに、ちょっと今のテレビ痛かったねって感じで、ちょっとハーブがあるので、いただきましょう。うん、ただ、見ていただくとわかるように、変な線がここにビーって伸びてるんですけど、これ気づかないで通ると、バーン！なかなかやるね。それに気づくなんて偉いじゃねえか。爆発します。こういういやらしい罠をバンバン仕掛けてきます。ほんとよく見ないと見えないんですけど、ほら、ここにも、線がありますね。これも、くぐり抜けてもいいです。ただ、危ないので。気をつけろよ。奴らは凶暴だ。壊していきましょうかね。結構ね、ヒヤッとさせられるのが多いんですよ。ここにもありますね。
ちょっと距離を空けてから、ボン。たまったもんじゃないですね、これね。結構ね、目の前になってから気づくことも多いんですよ。例えばこれ四角になってるんですが、横軸ばっか気にしていると、実は、縦軸にもあるんですよね、これ。これ気づかないと危ないです。で、お宝写真であった、リペアキットはここにあります。はい。これでショットガンも修理できますね。これは必ず取っておきたいものです。もうなかったかな？大丈夫かな？怖いですね。で、ちょっと見つけにくいんですけど、ここに、この下にマグナムの弾あります。じゃあ行きましょうか、先に。で、これいやらしいんですよ。あ、アイテムだって思う。これ全部アイテムじゃないですか。アイテム、アイテムだって。で、おそらくほとんどの人がナイフで、ね、弾を温存するためにナイフで箱を壊してるんですけども、ほら、爆発するんですよ。だいたい弾を温存するためにナイフで壊して、今の爆発に巻き込まれるパターンなんですが、私の動画だと弾は結構余ってるんで、ナイフを置いてきちゃってますから、大丈夫ですけど、だいたいみんな引っかかったんじゃないかな。さあ、ここも気をつけましょうか。よーく見ないと、2本のラインが見えます。このラインと、斜めのラインですね。本当によく見えません。多分スマホからだと見えないかもしれない。まずここを壊して、こう、スッと抜けた後に、ちょっとひねりが足りなかったようだな。うん。とりあえずこれで OK ですね。では、まあ、アイテムを回収する前に先にこっち行っちゃいましょうか。はい。パーティールームですね。見覚えがあります。よいよ、パスコードがいるんだろ？そうだな、0814はどうだ？いや、待て待て !0621 だ。いや、待て違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。これはね、全部嘘です。素早くこっから立ち抜きましょう。チッタッ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 。どれを入力しても間違っていて、グズグズしてるとあれにやられます。まあやられてください。結局パスワードわかんないんですよ、現時点だと。なので、パスワードは今から探しに行きます。で、どこ行けばいいんだよって思うんですが、はい、ここが開くので、この先に行ってパスワードを探しに行きますと。じゃあその前に、そうですね、まあ、リペアキットを手に入れたので、ショットガンを、まあ、新しくしようと思うんですが、ショットガンの弾がね、4発今ぶち込んじゃってもったいないっちゃもったいないよね。まあ別にいいんですけど。はい、壊れたショットガン。こいつと、リペアキットで、はい。旧式の2連ショットガンですね。威力は高いです。ただ、弾が2発しかぶち込めないと。とりあえず、前のショットガン4発弾入っててもったいないので、このまま、これを使い切ってから、新しいショットガンにしましょうか。ね。そうしよう、そうしよう。では、探索を進めていきますと。あっちが罠ですね。爆発します。いやらしいですね、本当にね。ショットガンの弾も取って、ここは何もなかったかな？なんもないですね。で、あ、こっちか。で、ここも怖い罠なんですが、スッと進んでいくと、目の前に線があります。おお、危ねえと思って、振り返ると後ろが来てます。あ、やってたか。やったか。これね、
これ結構、おっと思ってしゃがんだりすると後ろからザクってやられるパターンですね。気づかないうちに後ろから実はスーッと現れて近づいてきます。音もなくね。怖いですね。でここは、しゃがんでやり過ごしましょうか。あれ壊してもいいんですが、ちょっと使おうかなと思うので、じゃあちょっとそのままにしておきます。で、この部屋。実はね、罠だらけです。全部で4箇所あります。1、2、2個壊したら、これはちょっと近すぎるので、進んでから、これと、ここを壊します。罠だらけですね。で、アンティークコイン。で、ここに、ステロイドですね。で、これは、罠です。とんでもないやつですね。罠だらけですね。さあ、体力の上限がまた上がりました。ありがたいですね。よし。したらば、外した。モールデッドを、うまくおびき寄せましょうか。この罠に引っ掛けまーす。せっかくなんでね。頭は太罠だったか。ちょっと残ってるショットガン使っちゃおうか。いっぱいいますね。ちょっとこんなヒートは想定外だったな。じゃあ新しいショットガンも使ってみましょうか。高威力ショットガン。おー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 おおお、どこ行く、どこ行く、どこ行く。知らん。抜けちゃいましょうか。威力は高いんですけども、いかんせんね、2発しか撃てないので、殴り殺ししようかな。ほらほら、踊れ踊れ。よし。弾の無駄遣いしちゃった。まあ、いっぱい余ってますからね。今度からはこの2連ショットガンを使っていきましょう。まあ、はずいのは、古い方は外しちゃいますと。間違えて使わないようにね。よし。では、アイテムを拾っていきます。ショットガンの弾。割とこの難易度だと、弾は、そんなに苦しくないので、バンバンショットガン使っていっちゃってもいいと思います。では、2階に上がったこの先、ここで、一度補給をしつつ、セーブをしましょう。うん。はい、じゃあ、セーブします。はい、オッケーです。それでは、もう一度アイテム整備をしますと。固形燃料、そうですね。うん。もうショットガン古いやつは預けちゃって、ハンドガンの弾もだいぶ余ってますね。とりあえず、まあ軽くハンドガンの弾を補充しつつ、あ、補充しなくていいや。ハンドガンの弾は預けてしまって、そうですね。あとガンパウダーか。ガンパウダー。一つを固形燃料、違う。見ちゃった。固形燃料と、薬液強でグレネードの弾を作っておきます。まあ、今は使わないんですけど、一応作っておきます。で、もう一つを競争弾にしておきましょう。グレネードの弾は後で使います。うん。で、回復も大丈夫。ハーブも腐るほどあります。とりあえずこれでいいかな。うん。通常のハンドガンの弾と、競争弾ですね。通常のハンドガンの弾は、敵を撃つというよりも、アイテム回収用に使うかな。はい、薬液あります。
ちょっとした、中ボス戦みたいなのがありますので、それなりに準備をしておきましょう。まあ、そんな強くはないですけどね。うん。で、アイテムを回収したら、降りちゃいます。パソッ。下、降りますと。で、ここ。バッテリーが抜けてるので、バッテリーを回収しなきゃいけませんが、バッテリーどこぞよと。どこぞなっていうと、上にありますね。どれかがね、爆発する。どれかが爆発する。あら、燃料。なんかスピーカーとかくくりつけてやって嫌な予感しますけどね、これ。何かのステージのように感じがします。さあ、バッテリー1個ありました。ハンドガンの弾いっぱい手に入っちゃうよね。あれは、ボーン。あとはハーブですね。よし。では、戦闘準備をしつつ、バッテリーをセットしに行きます。ちょっと先手必勝で行きましょう。バッテリーをセットします。熱いわ。そうすると、電気がおもむろに消えまして、で、敵が出てきます。デブですね。よし。バンバンぶち込んでみましたけど、効いてるかどうかわかりません。あとは、上から、ショットガンをどんどんぶち込んでいきます。デブにね。戦わなければ生き残れない。はい、勝ちました。やられた。今のは聞いてるぞ。デブがダウン。試合終了。知らねえ。まあ、所詮こんなもんだろ。私の勝ちです。うん。まあ、ちょっと耐久力もある敵なんですが、まあ、先手でぶち込んだ後に強力なショットガンを頭に入れてね、階段下か上からね。ノックバックを狙えば、ノーダメージでやれると思います。さあ、では、今一度、上に上がりまして、パスワードを手に入れなきゃまずいですね。パスコードか。わかった。では、この先、ここにはアイテムなかったかな？多分取り逃しはあると思いますけど、そこはご了承くださいなと。はい、サプリメント。あと、なんか、本か、これは。はい、薬液がありまして、で、これ、消したいです。これはおそらくゲームで黒焦げになった人なのかなって感じがしないですけども、1408、次はお前だと。うんうん。やつからの挑戦状ですね。1408、これがパスコードです。では、こいつを持って、あのゲームに参加したいと思います。ただ、やつは、私たちが、あのゲームの攻略を知っているということを知らないですね。実に愉快です。とても愉悦です。で、ゲームに参加するにはすべてのアイテムを置いていけっていうふうに怒られちゃいます。なので、全部アイテムを置いていきます。預けちゃいましょう。で、パスワードを1408と。では、ゲームの開始です。この野郎、どこで見てたんでしょうね。というわけで、あのデスゲームですね、始まってしまいました。ただ我々は本当に一度攻略を知っているので、その手順でいきましょう。まずはゲームね、参加するふりをします。
しいか、ここらでちょっとしたゲームといこうか。と言ってもろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、イーさん、言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いや、まあ、よくわかんねえけど。このゲームの場合、このつまみを取ってしまうと、部屋中に油が敷かれて、爆発した後に燃え上がってしまう。なので、あのつまみを取らない方法でやっていきたいと思います。ただ、あのビデオの中では、つまみを取らなきゃいけないという仕組みになっておりますので、あれは歴史を変えられません。ちなみに、あのパスワードを先に入力することもできなくなっています。まあね。まあビデオはあくまでね、歴史を変えることはできませんが、現実はそうではないので、前もって知ってるパスワードを早速入力しに行こうと思います。では。うん。パン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 。ごめんなさい、なんでもないです。ここは、私は英語得意じゃないですけど、これルーザーかな？敗者って意味だっけ？ですけど、残念ながら我々は勝者、ウィナーですね。勝利のバルブハンドルを取って、望遠鏡とかもやらなくていいっす。ね。ああいう古速なやつはやらなくて結構です。さっくりと、ハンドルを閉めて、で、今一度、火をつけますと。では、ろうそくを刺しましょう。ここは逃げられません、なぜか。分かってたら避けてくれよって感じだけどね。さあ、勝ちました。苦し紛れに爆弾を持ってきますが、焦らずに、この隙間から爆弾を投げ捨てましょう。そしたら、素早くないですけどね、距離を取ります。てめえをぶっ飛ばす爆弾なんだよ、この野郎！ね、どんな気持ちいいって感じですね。だいぶ青筋立てもてましたけど。ここで監視してたみたいですね。いいか、さっきの爆弾でネタ切れって言うんならもうおとなしく。いや、それは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。クソ野郎。なるほど。ミアとゾイが捕まってるのが今映像に映っておりました。この先にいるようですね。ではここでお目当ての D 型被験体の頭部を手に入れます。こいつです。欲しかったのはこいつだ。見つけたぞ。さて、では、先。今さら緑図で手に入れても遅かったですね。では、次回ミアたちを救出しに行くんですが、今回も時間もいいところなので、ここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。